はい、どうも、走るおチャンネルです。今日はですね、自分試合があったんですけど、お昼頃ちょうど試合があって、37、8とかかなり気温が高かったんですよ。で、この前自分がこのアクティブームの長袖を紹介したんですけど、また新しく8月に半袖が出まして、今それを着ています。以前の紹介ではアクティブームの特徴として、この胴の部分は伸縮性がある素材で、腕の部分はピチッとした素材を使ってるということで、この前は長袖を使ったんですけど、やっぱり本当に予想以上の暑さがありまして、長袖が嫌って選手もいると思います。で、例えば最近流行ってるこのアームスリーブとかもつけてる人とかは、長袖用にこうつけるっていうのもあれなんで、まあ、半袖用につけると思うんですけど、こういう選手もいるということで、今日は半袖を紹介しようと思います。ブラック、ネイビー、ブルーがありまして、そのブルーを今着ています。で、この特徴としてはこの胸の部分がカモ柄みたいなのが入ってて、ちょっとまあおしゃれな感じで、まあ、ユニフォームを着るとわからないっていう感じですね。で、早速ちょっと使ってキャッチボールと、ノックをやっていこうと思います。では行きましょう。腕の回すのはすごい回りやすいですね。まあ、長袖の時はそんなに不快はなかったんですけど、自分も結構試合だと半袖とか七分とか着てたんで、まあ、そういう選手にはちょっと長袖って抵抗ある選手もいると思うんですけど、自分も結構半袖が多いんで、結構まあ動きやすいですね。やっぱり微妙にピチッとしてて、がっつり締め付けるんじゃなくて、ちょっと張り付いてる感じですね。はい、まあ、ちょっとキャッチボールをしたんですけど、まあ、長袖の時同様、投げててこのねじった動き、まあ、野球結構ねじった動きあると思うんですけど、そのねじった動きにも、まあ、こう伸びてくれるんで、そんなにこう締め付けられてる感じはない感じですね。ダボダボとピチピチの中間がいいっていう人はちょっとおすすめかなと思います。じゃあノックいきましょう。はい、というわけで今日はこちらのアクティブームの半袖を使ってノックをしました。まあ、この前も一回長袖やってるんで、そんなに変わりはないんですけど、聞いた話によると、この半袖のこの袖の長さを何度も研究して、なんかその一番投げやすい長さとか、長すぎてもダメだし、短すぎるとダメだしみたいな、なんか一番その動作がしやすいような長さに何度もなんか研究したって話を聞きました。よくあるのは七分袖とか、まあ、あとは2分の1とかあると思うんですけど、あんまりその半袖は半袖って聞いて、半袖ってまあここも半袖だし、ここも半袖だしみたいな感じで、いろいろまあ半袖でも違いがあったと思うんですけど、動きやすい長さになってるということで、もし気になった方はぜひアクティブームの半袖を検討してみてください。まあ値段的にもちょっと他のメーカーよりもちょっとだけ安いかなっていう印象はあるんで、下の概要欄にリンクを貼っておくんで、もしよかったらチェックしてみてください。はい、というわけで今日はアクティブームのシャツを使ってキャッチボール、ノックをしました。まあ、個人的な感想としては、まあ、普通に試合でもよく使ってるんですけど、半袖も欲しいなって感じはあったんで、ちょっと半袖もまた今後、まだ暑いんで、使っていこうと思います。もしよかったら皆さんもぜひ、参考にしてみてください。それでは今日の走るチャンネルは以上です。おいでしょ。
ってあと嘘が立つよ。頼まれ下心丸出しで僕を引き連れて土足で踏み込んだなんて。はい、というわけで9月のプレゼント企画です。まずはこちら Z のプロステータス軟式用グローブ、こちら片付けをして1名様にプレゼントします。最上級モデルのかっこいいグローブとなっております。こちらを1名様にプレゼントします。続いてこちらブリッツの T シャツです。こちらは M サイズで練習の後とか練習の前とかに着てみてください。カタログもセットでプレゼントします。こちらをチャンネル登録のコメントで応募可能です。たくさんのご応募をお待ちしております。ありがとうございました。ありあした今日も